本日2本目になります。最近ですね、また新型コロナウイルスによる感染者、増えてきました。この間は700人、そしてその後は1000人を超え、そして今日発表されたのでは確か836人あたりだと、先ほど、LINE の方で速報を見ました。これですね、感染症対策、これがですね、非常に、とてつもなく苦労しているというこの中では、GoTo トラベル、これが、行われましたけども、まあ、観光業をね、回す、観光業の経済を回さなければいけないという危機的な状況でございますから、仕方ないにしよう、外国からの、例えばね、中間からの、その中間からのビジネス関係であれば入国を認めるみたいな、そんなことがあったそうだ。そして感染者数、国内の感染者数が、かなり、増えて、これはやばくなってきたぞ。さあその時政権は何をしたのか。 GoTo トラベルを中止しました。入国規制の方は、後手に回りました。順序が逆じゃないんでしょうか。まず、まあ、確かに国内の感染者の、増加には確かにその旅行ですとかそういったことも関係してくるかもしれませんが、外国からのその新型コロナウイルスの持ち込みがされてることもダメな状況なんです。国内の旅行の、まあ、娯楽のですね、割引ですとかそういったことをですね中止させて、外国からはまだ入れますよ、まだ入れますよって入国規制をかけなかった政権の、対応が後手に回ってしまってる。こういったことには政権側にも責任はあるのでないでしょうか。最近ですね、新型コロナウイルスの変異種なんていうのが、なんか出現したらしくて、かなり、国際的には大変な状況となっております。皆様も新型コロナウイルスに感染しないように、十分に、そして最新の、注意を払って生活をしてください。私からは以上になります。ありがとうございました。